お野としゆきは、競輪選手。大分県別府市出身。日本競輪学校第77期卒業。師匠は、中西竜太郎。初出走は1996年4月18日の別府競輪場で、初勝利は、同開催の翌日。肘高校在学中から自転車競技を行っており、3年生の、 時に出場した1994年のジュニア世界選手権自転車競技大会のスプリントで銅メダル。同年アジア競技大会のスプリントでも銅メダル。また同年には高校生ながらも世界自転車選手権の日本代表メンバーにも選出された。これら高校時代の実績から日本競輪学校には技能試験免除で第77期生として入学し、 同期に、徳島の小倉隆二や愛知の山内拓也や静岡の村本大輔らがいる。1996年にホームバンクでデビューを迎え、デビュー戦は2着だったが、その後連勝して優勝を飾る。その後同年のルーキーチャンピオンレースでは優勝を果たし、順調に S 級へ駆け上がった。2002年の第1回西日本王座戦決勝では、 逃げる小島慶事の番手を1センター付近で、小島マークの佐久間重光から奪い取り、直線で小島を指して優勝。見事初代王者の座につく。そして、3年連続出場となった2004年の競輪グランプリでは、逃げる斉藤俊信、岡部義幸の3番手を、神山雄一郎と取り合っていたが、1センターで神山を制して3番手を奪い、 直線に入って、岡部後くらいから、最後は鋭く追い込み優勝。グランプリ初となる1億円の賞金を獲得し、この年の賞金王に輝いた。グランプリと賞金王を獲得した選手の中で、未だに G1 勝ち星がない唯一の人物でもある。この後一時低迷を見せたが、2011年10月に松坂競輪場で開催された。 共同通信社会経輪秋本番の決勝では、松岡高久の後くらいから直線抜け出し9年振りの GII 優勝を果たした。2017年前期は、1997年7月以来の A 級となった。同年後期から S 級に復帰。2020年後期から再び A 級に陥落。前世紀はめくりを兼ね備えた追込選手として、鳴らしており。 ダッシュ力よりトップスピードを重視する走りで速度を維持したまま裁きや牽制などで他の選手を翻弄しその勢いで最後の直線に入り込むタイプの選手である着順に極めてシビアな選手として知られ立ッチクラインにつくことがしばしばあるまた最後の直線に入れば味方さえも頭突きすることがある現在は追い込み先鋒のみとなったが その実力は、今でも一戦級にある。夜下適応級班発表4年 GP 覇者、小野俊幸永久広角日刊スポーツ、2016年10月29日、直送。競輪場態より別府競輪場より、小野俊幸大分77期永久一般月間競輪ウェブ2017年1月20日、競輪グランプリ03共同インタビュー。 和光竹則の競輪グランプリレイ3レポート、川崎競輪開設解説63周年記念競輪、海老沢清杯葉洋歌賞第55回、高松の宮記念杯競輪。決勝戦共同インタビュー、競輪グランプリレイ4共同記者会見、小野俊幸公式ダイアリー、小野俊幸公式ホームページ2011年10月10日。 第11レース S 級決勝、k 輪 JP2009 年8月1日第6レース S 級1時、予選 k 輪 JP2011 年9月1日第10レース S 級特選予選、k 輪 JP。ありがとうございます。